Hi, it's Lily. Happy Saturday. アメリカ人は普段何食べてるの？の動画を見て私のチャンネルを知った人が多いと思います。見てくださりありがとうございます。今回の動画では普段甘い、でっかいアメリカのファーストフードを食べているアメリカ人の視点から日本食を見ていきたいと思います。日本に住んだことがない方々から見た日本食について話していきたいと思います。食文化を比較したら文化そのものがいろいろ見えてくると思い、この動画を作ることにしました。基本的にアメリカ人は日本食にハマることが多いです。ただしやっぱり国と文化がとても違うので、最初は抵抗があったりちょっと苦手っていう食べ物はいくつかあります。今回の動画ではアメリカ人が日本に来た時、え、それ何？え、食べるの？と驚く食べ物をご紹介したいと思います。日本に初めて来た方々の考えをベースにした動画です。長く日本に住んでいる外国人の意見ではありません。私もこっち育ちなのでそれだけ覚えててください。では早速ご紹介したいと思います。まずアメリカ人がちょっと苦手って思う食べ物No.1 生卵です。海外に住んだことある方々はご存知だと思いますか？アメリカ人は生卵を食べません。え、生卵食べないの？って思うかもしれませんが、はい、残念ながら生卵は食べません。なんで食べないの？まずアメリカ人は生卵を食べる習慣がないです。そもそも野菜とか以外で生で何かを食べるのはとっても珍しいです。そういう習慣はほとんどありません。実はアメリカ人に生卵って言ったら最初に思い浮かんでくるのは食中毒、サルモネラ菌です。ちょっといろいろ調べたら、アメリカではだいたい年間140万人の人がこのサルモネラ菌の食中毒になるらしいです。実は規制は日本とアメリカあまり変わらないんですけど、多分日本ではちゃんと殺菌されていて、アメリカはちょっと手抜きなところがあるんじゃないかな。アメリカ人は本当にサルモネラ菌を恐れているので、卵を焼く時もそうですけど、黄身が固くなるまで火を通すのが一般です。この生卵を恐れる、もしくは食べないアメリカ人が日本に来た時、とても驚きます。卵かけご飯？卵かけご飯の専門店？もちろん日本に来て生卵を初めて食べて好きになる人も中にはいます。でもどうしてもやっぱり子供の頃からその生卵を食べていないと慣れるのに時間がかかります。匂いと食感がちょっと苦手っていう人もすごく多いです。食文化って本当に面白いですね。では次にご紹介するアメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.2 は馬刺しです。日本ではもちろん毎日のように食べるものではないですが、熊本に行った際や居酒屋などで馬刺しを食べる日本人は多くいると思います。私も子供の頃熊本に行った時食べました。生の状態ももちろんそうですけど、現代のアメリカ人は馬の肉を食べる習慣はありません。日本に来て馬刺しについて知る時、アメリカ人はとってもびっくりします。え、馬食べるの？しかも生で？なんで？って思う人が大変多いです。日本では当たり前のことですけど、やっぱりアメリカ人は慣れていないのでそういうふうに感じる人が多いです。ヨーロッパで馬のお肉を食べる国もありますので、今は食べませんが、きっと以前アメリカ人も食べていたのではないでしょうか。なんで牛とどう違うの？って思うかもしれません。ちょっと理由ははっきり分かりませんが、いろいろ考えたところ、田舎に住んでる多くのアメリカ人はペットとして普通に庭に馬を飼っている人が多いです。やっぱり食べ物ではなくペットっていう意識が強いと思います。日本人が犬と猫を食べたがらないのと同じ気持ちだと思います。なので日本に来て馬の肉を食べるって聞くと大変びっくりしますし、抵抗がやっぱりあります。その食べ物として苦手ではなく、ね、意識の違いだと思います。実は英語にはこういうフレーズがあります。 I'm so hungry I could eat a horse。 普段だったらありえないけど今だったら食べられそうっていうニュアンスなので、
もしかしたらお腹ペコペコのアメリカ人に馬刺しを差し上げたら食べてくれるかもしれません。そういうフレーズがあるのがちょっと面白いかなと思って紹介したかったです。まあ当たり前ですが、育った環境で食べ物に対する意識や考え方が決まるってことですね。じゃあ次にご紹介するアメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.3 はホルモンです。日本では必ず焼肉行くときに食べますね。アメリカ人の主食はお肉だっていうイメージを持たれている方が多いと思いますが、アメリカは広いので場所によってレバーだったりタン、時には心臓など食べますが、ほとんどのアメリカ人はホルモンを食べません。今回初めて知ったんですけど、実はアメリカの南部ではソウルフードの一つでホルモン料理があるらしいです。チットリンクスっていう料理らしいです。でもこれはアメリカ南部に住んでいない限り食べません。なのでほとんどのアメリカ人はホルモン食べたことはありません。日本に来た時にホルモン料理にちょっと驚く人が多いです。慣れるまでは特にもつ鍋などやっぱ食感がどうしても気になるみたいです。ただ焼肉スタイルだったらまだいけると思います。では次、アメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.4 ゴーヤ。沖縄ではもちろんですが、日本全国で愛されている野菜ですね。アメリカ人のほとんどの人は十分に野菜を摂っていません。なのでまず日本に来た時、野菜の量にびっくりします。そしてキュウリに似たけどブツブツができてしまったこの謎の野菜にも驚きます。こんなに苦いのになんでわざわざ食べるのって思う人が多いみたいです。もちろん馬刺しとかほど抵抗はないですが、やっぱりアメリカ人で十分に野菜を摂れてない人が多いので、わざわざこの苦い野菜を食べようと思う人もほとんどいないみたいです。でも日本人は健康のために苦いものを美味しく調理できるこのスキルはとても素敵ですね。日本食最高。次にご紹介するアメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.5 は納豆です。日本でも好きという人も多いですが、苦手な人もたくさんいますね。アメリカ人はこの不思議な食べ物どう思っているの？納豆を見た時、納豆を初めて食べた時、え、何これって思う人が多くいます。もちろん匂いにびっくりする人もいますが、見た目、このビヨーンと伸びる糸にびっくりするアメリカ人が大変多いです。私の友達で納豆にハマった子もいましたし、もう見た目だけで No thank you って言った子もいます。日本と同じように本当にこれは人それぞれですね。でもやっぱり苦手っていうアメリカ人の方が多いと思います。大豆のほとんどはアメリカとカナダから来てますね。あんなに多くの大豆を作っているのにもかかわらず、アメリカ人は納豆食べないって不思議ですね。本当に体にいいので、これからどんどん納豆や日本の発酵食品がアメリカに広まるといいですね。次にご紹介するアメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.6 は白子やたらこです。アメリカは海に面している州は少ないです。実はアメリカ人で海に一度も行ったことない人もいます。ここ最近寿司ブームでちょっと変わってきましたが、魚でさえ食べたことない人も中にはいます。お魚やお寿司が好きなアメリカ人でしたらちょっと違うかもしれませんが、一般のアメリカ人が日本に来た時に魚の量に驚きます。肉はもちろん食べますが、日本人は本当に魚たくさん食べますね。私の知り合いが言ってましたが、日本に来た時、日本人の友達と一緒に居酒屋に行きました。その日本人の友達が白子のなんか料理を頼んだみたいで、アメリカ人の方が普通に食べて美味しいと言ってました。白子だよって説明を受けた時、え？マジで？魚のその部分食べてしまったの？って驚いたそうです。まあ魚文化にまず慣れていないとやっぱりびっくりしてしまいます。もちろん魚の種類にもよりますが、日本ではエビや魚の頭から尻尾まで食べるっていう習慣があるので無駄が少ないです。素晴らしいと思います。では次、アメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.7 クジラ肉です。皆さんご存知のように、海外ではクジラ肉は結構タブーな食べ物です。今回の動画ではそれについては詳しく話したくありません。ただしいいか悪いかは別として、アメリカ人は日本に来た時クジラ肉を食べたがらないっていうのは現実です。
自然もとても大事ですし、文化もとても大事なものなので、なかなか難しい問題だと思います。ただアメリカ人が日本に来てもクジラ肉を食べたがらないのはやっぱり抵抗が強いからです。次にご紹介するアメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.8 は食べ物ではなく飲み物です。マムシ酒です。本当はここに写真貼ってそれについてお話ししたいですが、ちょっと私ヘビ見るのが本当に苦手なので、編集でずっとそれを見なきゃいけないのが嫌なので、ちょっと想像にお任せします。見たい人は自分で検索してみてください。このマムシ酒はちょっと珍しいかもしれませんが、時々お土産屋さんで売ってますね。アメリカ人は日本酒など日本のお酒が大変好きな方が多いです。結構アメリカでも人気です。日本のお酒が好きな人でも瓶の中に毒蛇が入っていたらかなりびっくりする人が多いです。でも確か一滴で妹がアメリカに一回行った時に毒蛇の唐揚げかなんか食べたの覚えてません？なんかありましたよね、そういうの。蛇の唐揚げを食べるようなアメリカ人でしたらマムシ酒は抵抗ないと思います。アメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.9 は山芋です。美味しいし、ただの山野菜やんって思うかもしれません。なんで山芋をこのリストに入れたかというと、味ではなく食感です。とろろの食感が苦手っていうアメリカ人は多くいます。ちょっと不思議な食感みたいですね。日本に来て山芋など慣れていない食感にかなりびっくりするそうです。団子やお餅、山芋などなど、こういった食感はほとんどのアメリカ人は経験したことのない食感です。では最後、アメリカ人が苦手な日本の食べ物 No.10 は軟骨です。さっきの山芋もそうでしたが、軟骨の食感は独特です。アメリカでは軟骨を食べる習慣はありません。多分ホルモンほど抵抗はないと思いますが、やっぱりアメリカ人から見たら軟骨イコール骨ですね。なかなか食べようと思う人はいません。見た目はフライドチキンっぽい時があるので、唐揚げだと思って間違えて注文した友達もいました。ただの骨じゃん、肉ないじゃん、あ、それ軟骨だよって説明したら、カルレッジ、軟骨食べるんだってびっくりしていましたね。まあ国と文化が違うと食べ物が全然違いますね。アメリカ人が見たこともない、聞いたこともないような食べ物がたくさんあります。他にもいろいろありますが、今日はここまでにしましょう。では皆さんの意見を聞かせてください。アメリカに行った時にどんな食べ物が苦手でしたか？一番驚いたのは何ですか？コメントの方で教えてください。ここまで見てくださりありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん体に気をつけてください。 Have a great day. See you next time. Goodbye.